はい、えー、ではえっ、ー、と25分ということでお話しさせていただきます。あの意味理解と想像というふうに。 あの書きましたけどもあのなぜかというとですね、まあ、記号とディープラーニングをつなぐ一番重要な要素が創造、えっと、だというふうに思っていましてであのそういったあの話中心にしていこうと思います。であの本当はですねあの最近のディープラーニングの進展特に、えー、昨年もですねバートとかですね、まあ、トランスフォーマーっていう技術がすごく いけててるととうことが分かってきたりあと、えー、ニューラルオーディナルあのネットワークっていうのを言うんですけどもあの層の数を、えー、離散ではなくて連続にするっていうですねあの1層2層ではなくてれあの連続値の層を持つっていうです、ね、そういう技術が出てきたり、まあ、いろいろ面白いことあったんですけどもしゃべってるといつも時間がなくなるので今日はですねちょっと我慢して。あの であのデミス・ハサビスさんディープマインドの、えー、CEO のデミス・ハサビスさんは、まあ、想像とプランニングっていうのがですねあの知能において非常に重要だということを言ってますで2005年ぐらいから、まあ、ずっとその脳の研究をされてるんですけどもその脳の研究の中でもこの、えー、想像イマジネーションっていうのが非常に重要だということを言っていて私もあの同意あのします。 であの想像に近い研究としてはあのここ数年いろいろあるんですけどもあの一つはこういうふうにですね、まあ、ビ,リボビリヤードの球が動くような様子を CNNRNA でモデル化しますよとであの直感物理学というふうにも言われますけどもこういった技術とか例えば煙がどういうふうに広がっていくかっていうのをこれもディープラーニングで学習してシミュレートできますよというような技術もあります。 でもう少し直接的なのは昨年、えー、たくさん研究が出てきましたけどもワールドモデルっていうもので VAE と RNN を使ってあのこのゲームの空間なんですけども、えー、それのです、ねまあ、次元を圧縮し次に何が起こってるかっていうのをです、ねまあ、予測できるようなものですで。さらにディープマインドからですね昨年の夏ぐらいに えー、この GQN っていうのが出てきまして、えー、ジェネレーティブクエリーネットワークと、まあ生成クエリーネットワークとお言います。で、これはどういうものかっていうと、あの、ある部屋のですね、えー、まあ写真を撮るとこ、ここの場所から撮るとこういう写真、ここの場所から撮るとこういう写真っていうのを組み合わせると、まあそこのですね、えー、場所の空間的なあの表現が得られて、任意の視点から見た時の その写真を想像することとがでできるというものですでこれのポイントはですねあの、まあ、従来、まあ、そういうのもできる技術たくさんあったんですけどもそれは明示的にです、ね、3次元空間を仮定してたんですねで空間が3次元の形状であるということを仮定すると、まあ、そういうことができたんですけどもこの生成ク入りネットワークがすごいのはそういう過程を一切置かずにあのシーンを復元できると。つまりその、まあ、この世界が3次元 の構造してるっていうことと潜在構造も含めてて学習できいいるというこことになりますであのこういうふうにですねちょっと見にくいですけども、まあ、視点と観察画像っていうのを与えるんですけどもここから見るとこう見えましたここから見るとこう見えましたっていうデータがたくさんあったときにあるところから見るとまあど,うどう見えましたかっていうのをですね、まあ、あの学習していくと、えーまあ、あの予測するということができるようになります。でですねあの この,の、えー、GQN っていうのは原理的に言うとそのメタ学習っていうのとすごく近くてあの、まあ、学習の学習ですねそのメタに学習するというのと近くて実はメタ学習っていう見方をした方がこの問題の構造をよりきれいなあの、えーえー、まあなんていうかですね素直なモデルで表すことができて でそうすると再現の精度が上がるっていうのをあの松尾犬のまあでは研究してますでそうするとまあ,あのこういうふうにシーンを見るとですね、まあ、いろんな画像が生成できるということになりますっていうのがですね、まあ、ここまでが前段でして、まあ、こういう研究があのどんどん進んできてますよということですであのここからですねあのシンボルの話に入っていくわけですけれども もともと人工知能の、えー、歴史の中であのシンボルが重要なのかパターンが重要なのかっていう議論は長らく続いてきました。であの、えーまあ、あのシンボル派として非常に有名なのミンスキー、えー、さんとかですねであの、えー、パターンとか、まあ、身体性とかですね、まあ、そういうのを言ったのがブルックスさんなわけですけども、まあ、あの時代ごとにですねいろいろ揺れ動いてきて第3次 AI ブームこのディープラーニングは、まあ、パターンの あのまあ、領域に該当すするわけで,すでこれの関係がどうなってるかっていうと、まあ、僕はこれ昔からというかもう56年前からずっと言ってるんですけども、まあ、基本はシンプルで、まあ、現実世界の中にですね、まあ、我々人間も動物なんで動物の OS が入ってるとで動物の OS は何をやってるかっていうと現実世界の情報を知覚して適応的に動くということをやると。 でまあ、餌があったら食べるし敵があったら逃げるということをやるわけですよね。でここの領域はパターンの世界ですよと。で一方で、えー、人間はですね動物 OS の上に言語アプリ記号処理アプリを載せていてでここがですね、まあ、あの2階建ての2階の部分になっていてあの、まあ、聞くとか話すとかそういう音韻をベースにした処理をやっていますよとでこの2つのですねモデルが同時に動いてますよっていうのが僕の仮説です。 でまあ、あの人工知能の研究としてはこの間を、ね、揺れ動いてきたという歴史なのかなというふうに思っています。これとあの近いモデル化をしているのが便乗、えー、先生2017年に「カンシャスネス・プライヤー」っていうあの論文を出していますけれどもこれもまあ2つの,、ね、の RNN を使って今僕の説明ではその地殻運動系って言っていたものとその上側の記号系って言っていたものをそれぞれ モデル化する研究が出ています。でこういう2つの、ね、RNN が下側と上側があって、まあ、下側は先ほどで言うと世界モデルに近いですねあのいろんなものを、えー、見たり聞いたりして次に何を見るか聞くかというのを予測するという意味で世界モデルに近いんですけどもこれに対してあの上側のですねまあ便乗先生はこの意識 RNN 感謝スネス RNN って言ってますけども えー、上側が下側にアテンションを当てるというような機構によって実現できるんじゃないかということを言ってますでしかもですね感謝センス,スプライヤーっていうなんでプライヤーっていうかっていうとあの基本的には次に何を見るかっていう知覚を予測するような問題を解いてるんですけどもたまにですね他者が発話すると自分が発話するだけじゃなくて他者が発話するとでこの他者の発話も教師データとして使うことができるので、まあ、それによって学習が早くなると。だからプライヤーと、えーまあ、生,生息化の あの働きをしているんだということを言ってますでここまでがですね基本的に便乗先生が言ってることなんですけども僕はですねあのもう一個非常に重要な要素があると思ってましてそれはですね上から下に降りて上に上がるという矢印が便乗先生のモデルは欠けていて僕はこの矢印がですね2個交錯してること自体に非常に意味があるんじゃないかと。 いう,ふうに思っていますでこれっていうのはですね言い方を変えると人間は2つの予測問題を同時に解いている一つはですねこの下側って書いてる近く予測です、ね、次に何を見るのか聞くのかということを常に予測しているとこれは他の動物もやっていることですでもう一個人間に非常に特徴的なのが発話予測っていうことだと思っていて相手の言葉を聞いてシーンを想像しそれで次に何を言うかっていうのを予測していると。で このです、ね、2つの問題を同時に学習することがこれがある種のマルチタスク学習とか転移学習になっていてそれで学習の効率が非常に加速されているということが起こっているんじゃないかとこれですねもう少しあの、まあ、大雑把ですけどもグラフィカルモデル的に書くとですねあのこれ2つ問題があってあのこの下側のやつはですねこの世界モデルの研究と同じで まあ今知覚しているものから将来知覚するものを予測するという問題です。一方で相手が言ったことから真を想像してこの下までいくと真を想像できるんですけども真を想像しで次に何が起きるかっていうのを予測するとでこの2つの問題のですね潜在構造が共通していると、まあ、いうことだろうというふうに思います。で,ですのでまあシンプルっゃシンプルなんですよね。で えっとこのですね2つの,あの問題があることによって特にですねこの下側は割とまああの現実世界の構造なんでそんなに複雑じゃないんですけども上側はまあ言葉によるですねあの想像とえそれによるあの答えですからあの非常に多岐にわたっていてこのマルチタスク学習でいうとまあなんかタスクの幅が非常にひ広いわけです。なののでで結局ですねこの上側が非常に 進展する形で、この中の中間構造というか潜在構造も非常に豊かになり、それによって結果的にこの近くのところもですね、まあ、非常に影響を受けているということなんじゃないかというふうに思っています。で、これはですね、ちょっと別の書き方で書くと、まあ、さっきの書き方に戻りますけども、下側のループと上側のループがまありますと、 で、まあ普通の動物はですね、下側のループ、この下が上を駆動する構造をしているんだけれども、人間はですね、上が下を駆動することもあると。で、ここがまあ他の動物と一番大きなところ、違うところで、あの、で、そもそもですね、これ上が下を駆動するっていうのは、まあある文を聞いて、まあそれを想像するってことですね。まあ大きなリンゴの木がありましたっていうと、大きなリンゴの木の像を頭の中に皆さん思い浮かべられると。 いいいいうことななんですけどもそれですすけけれどもそ普通やら方がいいわけですよねあの進化的にはそんなことはやらない方がよくてそんなことしてる間に後ろにとらがいてあの食べられると意味がないですから普通やらない方がいいんだけどもな,なんでそんなことをやるようになったのかというのを、まあ、進化的に説明してみるとおそらくこれはあのサピエンス前史、まあハラリ」に書かれているように虚構を信じるっていうことが集団としての生存確率を上げたと。 というよううよな効果があったんだろうとでつまりこのリンゴの木を取ったのは奴らだとだから団結して戦おうということによって、まあ、生存確率が上がったということがたまたま起こったためにその2階部分記号部分がですね1階部分視覚運動系をですね駆動するような構造がたまたまできてしまってそれがマルチタスク学習として非常にですね学習速度を上げる効果があったということなんじゃないかというふうに思います。でですねあの実はは仕組みとしては あの上側のです、ね、発話予測を嬉しいと思うかどうか、まあ、そこに報酬系を設定するかどうかだけの差なのでおそらくその生態としてはあんまり気候を大きく変えなくてよくてでそこの報酬系をちょっといじればいいということなんじゃないかなであのよくです、ね、自閉症の子がです、ね、人がやってることに興味を持たないで人と会話をしないっていうのがありますけどあれはもしかしたらここのです、ね、上側の 学習をさせるためにわざと報酬系、まあ、人の話を聞く人の言葉を予測するのが嬉しくできていると思うんですけどもそこの部分がちょっとおかしくなっちゃうと、まあ、そういうことになるっていうことと解釈できるのかなとあとですね小説とか映画とかやたら人間好きなんですよねでそれもやっぱりその物語性、まあ、上がの発話予測を解きたいっていうことに非常に強くバイアスされてるんじゃないかというふうに思っています。でですね、このの段階の 構造しているとで潜在構造を共有しながら、えー、下側の知覚予測と上側の発話予測っていうのがあるというふうな過程をとるだけで実はいろんなことがすごく整合的に説明できまして例えばですねあのソシュールが「まあ、シニフィエシニフィアン」って言ったのはこれ上側が下側を指すことを言ってますよねということだしチューリングテストでですねあの、まあ、あのアラン・チューリングがあの、まあ、人間の知能 の定義をまああるし、外的にしたわけですけれども。それに対して、えー、中国の部屋でサールがまあ、それに反論したわけですね。で、このチューリングとサールの議論で言うと、僕は完全にちゅあのサールの方が正しいというふうに思っていまして、それはなぜかというと意味を理解するということは、2階部分が1階部分を駆動することであると、つまりそのシーンを想像することであるので、えー、シーンを想像させない。あの記号処理っていうのは意味が理解したことにならないと。 だからその、まあ、サールのようにです、ね、中国語の処理をしているだけでは、これはまあ意味をしているとは言えないというふうにあの解釈することができます。でそれから、ですね、チョムスキーはあのこういう文を言いました。こういう文を言って、これはですね、色のない緑のアイディアが激しく眠るという文なんですね。でこれはな,なんでこういうことを言ったかというとなぜこういうふうに文法的に正しいのにナンセンスな文が存在しうるのかと。 いうことを通ったわけですけれども、これもですね、あの簡単で上側のですね記号部分はあの処理できるんだけども、い一回部分視覚運動系が駆動できないんですね。想像がさせられないと。要するにそういうデータを持ってなかったから、想像ができないという文の例を言っていて、まあそれはそうですよねと。で日常生活で考えても我々ですね、まあぼーっと話を聞いていて、耳の中には入っていくんだけども、全然聞いてなかったっていうことありますよね。でそれはですね、二回部分が一回部分を駆動してない。 状態なわけですしそれからあの人の名前なんだっけってうーんと一生懸命思い出そうとするでそういう時ってですね思い出せないからいろんな場面を想像してみたりその人の、えー、なんか所属の名前を言ってみたりいろいろやるんだけどもそうっいうのはですね1階から2階に今度ですね情報が戻ってこないということを、えー、現象だというふうに考えるとですね、まあ、いろいろあの,あのまああの、えーまあ、簡単に説明ができると。 今後の機械学習機械学習なんですけど機械翻訳はです、ね、あのこの2階部分と1階部分が連合した形になってきますから相当ですねあの、まあ、精度が上がってくるはずだとで、まあ、今の段階でも、まあ、ディープラーニング、まあ、いろんな手法バートとかですねあのそのいろいろ使うとあの精度があの人間難みかそれ以上のところまで来てますけど逆に言うとですね あれだけ膨大なデータ使ってる人間並みぐらいにしかいかないっていうのはやっぱりアルゴリズム的にまだおかしいんですよね。原理的に何か変なことをやっちゃってるからそうなってると。で僕はそれはですね要するにこういうふうな1階部分をちゃんと作ってないからだと。でそこができるとですね、まあ、大きく変わってくるんじゃないかというふうに思います。でですねあの2階部分の記号形っていうのは僕が考えてみるといろいろ面白い特徴があって一つはですね理算化してるんですよね。言葉っってやっぱり、まあ、音,音素から 離散化していていおそらくこれっていうのはあの狭いバンド幅で通信するからあのしょうがなくそういうふうに誤り訂正しやすいためにそういうふうになったんじゃないかというふうに思いますけどもそれが故に答えに保存性がが高ままったとと、えー、いうことがありますでそれからですねあのもう一個想像ということで、まあ、あのニューラルネットワークのですね えまあいいニューラルネットワーク作ると最終章はですね大体ディスエンタングルされていて最後線形の変換だけであのもういけるようになるんですけどもまあそういうふうにですねこのディスエンタングルされた成分がまあちゃんと出てくるということは逆にあの普通相関しちゃってるものをですねこうやって紐解いてるわけですからこれをですね全然その別個に動かすことができるわけですね。そうすると初めめて例えばちちゃくちゃく背が高いのに 細い人で、普通ですね背の高さと大きさは相関しちゃってるので背が高い人を想像すると大きい人を想像しちゃうことになるんですけどもところが背のの高いいに痩せてるる人みたいなのを想像でできるわけですね。で逆にあのめちゃくちゃデブなのに背が低い人とか、ね、いろいろ想像できるとそうするとですねなんかめちゃくちゃ背が低くて長い犬を作ってみようみたいなことができたり、まあ、レンガでできた家を建てようとか任意のことを 要するに目標として設定を思い浮かべることができるのでそうすると目標として設定できるとでこれがですね、まあ、想像力につながるわけですけれどもそうするとですね僕はそのまあ自由意志っていうのも実は2つあるはずで1つはこの地殻運動系から見たまあ自由意志地殻運動系が駆動する要するにゴール状態を想像してそこに向かっていくんだというような普通の動物でもやるような話と。 もう1個は記号系が駆動して記号的に作られたありえないものを想像してしまってそれを目標にしようという場合でこの2番目の方がやっぱり人間らしいですよねであのこのえっとで2番目とですね1番,1番目というか要するに2番目のこの記号系が駆動する場合の目標状態を設定するとそれって視覚運動系と半ばあの独立に設定しますから視覚運動系にとって無理なこととかも想像しちゃう わけですよね、でそうするとですねなんか勉強してしないといけないと思っているあそこの大学に入ろうと思っているのに、えー、なんか眠くて寝ちゃうとかですねなんかそういうことがいろいろ発生してでここのギャップを持ってですねその、まあ、自由意志っていうような感覚になるんじゃないかというふうに思います。であと、まあ、意識っていうのの,あの議論もよくありますけども僕はまあ今の、えー、そのの モデルで言うと結局その記号系のシステムが動いてることを僕はまあ意識というふうに、えー、まあ言ってるんじゃないかな記号系のシステムは基本的にその地殻、えー、運動系も含めて任意の場所にアテンションを当てることができるので,でこれを意識って言ってるんじゃないかと <laughs> えいうふうに思います。だから地殻運動系だけ動いてる場合は、まあ、意識はないっていうふうにま我々よく言うわけですよね。 であと、まあ、あの自分自身にアテンションを向けることもできるので、まあ、自分っていうものをシミュレートするとまあ無限交代が起こるっていうことも、まあ、あるでですねえっとあと、まあ、ちょっとですけれどもあの、まあ、今のように、まあ、2段の、えー、構成を考えると1段目の地殻運動系っていうのをあの上側のですね2階部分の記号系っていうのが、まあ、うまく活用していることになるわけです。で あの特に数学とか物理みたいなものとか、まあ、我々の日常的な言語もそうですけどか,かなり空間的なイメージっていうのを使っているとでつまりその地殻運動系をある種のシミュレーターとして使ってるわけですけどもこのシミュレーターはどこでトレーニングされてるかっていうと、まあ、我々が住むこの3次元の世界なわけですよね。ですから直感的に4次元とか5次元の世界を想像するっていうのは我々にも難しいわけです。でとこころが今です、ね、この近く運動系 まあ、ワールドモデルをあの4次元空間5次元空間、まあ、シミュレーター上で,です、ね、学習させることができますので原理的にはですね4次元5次元、まあ、10次元100次元、まあ、いろんなあの空間で学習させることができるわけです。でそうするとです、ねえー、この直感的に、まあ、100次元構造が分かるような地殻運動系を駆動する記号系みたいなのが作れるわけなので、まあ、そうした時に、まあ、どういうふうなです、ねまあ、数学とか物理の体系を生み出すのかというのは僕は非常に興味深いし いんか人間が知っていたことってごくごくわずかだったよねというふうになるんじゃないかなというふうに思っています。でも今でもです、ね、でき出てきつつありますけども、えっと、我々がですね我々人間が分かるということに対してもうちょっと分かる必要があるんじゃないかなというふうに思っていましてよくまあ AI のシステムがですね説明不可能であるとか言うんですけどそれはそうでしょうっていうような感じでだって今までだって我々の脳の あの働き動きをですね説明せずに我々社会を作ってきたわけですからというふうに思うわけですが結局ですねそのモデルとしてえその現象をうまく禁じできるし予測もできるとただしそれを少数の要素のインタラクションで表すことができないために我々には何が起こっているのか理解できないということはこれからももっと増えてくるはずだというふうに思います。で今までですねこれに近いものとして複雑系っていうのはありましたけど複雑系っていうのは挙動が難しいだけで。 あのていうか予測性が高いいとかかそういうわけじゃなかったんですねでもこれからは予測性も高いし、まあ、実用的にも使えるんだけどもそこの中の要素っていうのが少数のもので説明できないということが増えてくるとで結局です、ね、我々が科学技術として作ってきたものっていうのはやっぱりその少数の要素に還元できるものっていうのを中心にしていたわけなのでそういう意味からすると知、まあの,ううの在り方っていうのもです、ね、あのこれからまた変わってくるんじゃないかなというふうに思っています。 というわけで、あの僕はですねあの今日お話ししたようなことっていうのをできるだけ数理的なモデルとして、えーそのまあ、示していきたいなというふうに思っていまして少なくともその世界モデルのところっていうのは研究がだいぶ進んできてますしそれからその2階のです、ね、マルチタスクの,、えー、この発話予測と知覚予測っていうのが、えー、この絡み合った構造をしてるっていうところもおそらく 何らかの実験によって示せるはずじゃないかと、えーまあ、いうふうに思ってまして、まあ、そういうところからですねあのこういう言葉、まあ、言語とか意識とか、まあ、記号処理、えー、とディープラーニングの融合というあたりをです、ねまあ、明らかにしていきたいなというふうに思っています。あとさい最後にですねこれあのちょっと最近僕えっ、ー、とですね人間は AI だっていうですねあの言い方を考え,考えまして。 これなぜかというとですね今昔はですね人間は動物じゃなかったんですよね。人間は動物と敵対するものでだったんだけどいろいろ分かってきて人間も動物の,あの一種ですと。で集合でいうと動物の中に人間が含まれるということが分かってきたわけですね。で今ですねよく、まあ、AI 対人間っていうことを言いますけども。 僕はですね、知能の、まあ、ありうべき全体集合っていうのを考えて、まあ、それを仮に AI と呼ぶことにすると人間の知能っていうのは人間型知能でその動く一部なんだと、まあ、いうことだと思ってましてそうじゃないタイプの知能っていうのも世の中たくさんあるでそれがですね、まあ、例えばアルファ5とか少しずつ見えてきてるわけですけれどもこれがま,あますますこの AI の研究が進むと、まあ、見えてくるんじゃないかなというふうに思いますしまあそうして初めてですねあの ま、人間は自分の知能をあある種、その相対化して見えるわけですね。で、何が強くて何があの不得意なのかと、えー、で、どういう思考のバイアスがあるのかとまあいうことにも気づけるわけなので、まあこういう見方っていうのがあのまあ今後重要になっていくんじゃないかと、まあこれをすごく、そのセンセーショナルに言うとま、人間は人工知能であるということになるということかなという風うに思っています。はい、ちょっと時間ですので、終わりたいと思いますどうもありがとうございました。